金色に光る海、彼の見た幻、永遠というの願いを、高原しぐれです。はい、今回はですね、実はこれですね、6月9日に配信してもらおうと思ってたグッズを、ちょっといろいろありましてできなかったので、リベンジでやらせていただきたいと思って今回持ってきました。こちらがなんか飛んでるやつ、ちょっと待ってね、はい、こちらがですね、ガーネットクローになります。ガーネットクローの2013年に発売されたグッズなんですけれども、これが、ですね、まずこっちがオルゴールになるんですね。で、オルゴールなんですが、これがですね、なんだろう、ラストライブ、ガーネットクローのラストライブ、ガーネットクローライブスコープザファイナルの時の、ステージフォトが入って、ステージフォトと名前とシリアル番号の入った受注生産の額縁&オルゴールになります。開けていきたいと思います。これね、今箱で触ってるけど、さっきまでこのビニールに入ってたのこれも一回開けてるんですよ。届いた時に、見るのも兼ねて、ちょっとチェックするのも兼ねて、オルゴールの音も鳴るのも兼ねて、一回開けたんですが、それ以来ですね、久々に開けたいと思います。本当はこれ、ガーネットクローが2013年の6月9日の、ラストライブザファイナルを最後に解散されまして、今日泣いたらごめんね解散したんですが、その時のですね、その後にか、グッズ販売されまして、ちょっと私のこの動画の方でもですね、5月24日配信分に T シャツを着、あ、 T シャツ着るの忘れた、は、 T シャツ着ようと思って着るの忘れた、どこだっけな、だからどっかでしれっと着たいと思いますそうなんですよ、今日これ撮ってるのが、いつだ、6月の真ん中ぐらいなんですけど、ちょっと前、あれ、一昨日、昨日ぐらいに、ギタリストの岡本仁さんの誕生日でもあったので、そのね、T シャツがあったんですよ。ちょっとで、今この目、視界の中には紛失中なので後でしれっと着たいと思います。まずこちらですね、額縁になります。これ私の本名が入ってるのでまあ、言っちゃいいんだけども、ローマ字だし、ローマ字表記なので、まあいいとは言えばいいんですが、ね、プチプチがこれ割れないようにしたいんだな、こっちは。開けるぜ、ドーン、はぁ、なんかこう立てかけるやつが出てきたよ、見て、すごくないこれ、ドーン、久々に開けました。ちょっとなんかうっすら誰かがいるかなみたいな、こう人影が見えるのは気にしないで、きっと気のせい、見えてはいけない人がきっと見えてるよ。はい、こんな感じです。これがですね、多分なんですが、このラストライブの中の夏の幻を歌ってる時じゃないかな、の写真だと思うんですよね。で、ここなんですね、名前が見えちゃいそう、私のここ、ちょっとティッシュであれですか、ここで、この四角い銀のプレート、ここにガーネットクローライブスコープザファイナルでメンバーの名前が書いてあって、一番下に私の名前とこの受注されたシリアルナンバーが入っております。で、こっちの方にも、ライブスコープファイナルをやった日付が書いてあって、こういうステージでやられておりました。はい、というのと、これと、よっこいしょ、怖いよ、これともう一個ですね、オルゴールになります。このね、
すげえざっくり言っちゃうと、この年2013年のという年ですね、私まだ少し生活に余裕があったので今ねカツカツなの今カツカツなんだけどグッズに捧げてるの。でこの年はガーネットクローンに全てを捧げたのこれですね、中身こういう感じで、こういう感じの、はい、蝶々のマークが入って、でこっちがこれのオルゴールの歌詞が載っているものですね。これがですねバタフライノットという曲でして、ガーネットクローが一番最後にライブの時に初めて、全編披露した最後の曲になります。これのオルゴールなんですね。この歌詞のここに歌詞載ってるんですけど、この歌詞の部分ですね、ちょっとこういう感じでとっても綺麗なのすごいんですよこれ。あ、ちなみにねまず箱出しちゃうとね、あ、箱が、あ、布が、あ、さっき綺麗に撮れたのに下手か知ってる。こういう感じで裏もこんな感じでなんかしっかりされております。開けるとここに、開けてオールゴールの横っちょのところに一応ジュエリーケースみたいになってるので、こういう感じですね。間違えた、無理ありふれた鼓動のティッシュ挟んだ待ってティッシュ挟んだ、よいしょ、はい、こういう感じでありました。ちょっとね本当にこれ今久しぶりに開けてる、よいしょ、もう一回流れる、放せばだし押し寄せる、はいということで、ガーネットクローですね、実は6月9日、解散しました。私前回収録分に関してぶっちゃけちょっとね今よりもねテンション下がってたんですけど、ガーネットクローの解散日が近づいてたからというめちゃくちゃ個人的な理由でございますが、本当に大好きなの毎年6月ね、すごいね落ち込むんだけど、林原めぐみさんのおかげでちょっと持ち直したので、その詳細は別の動画で、ご確認くださいませ。6月11日にめぐ様のライブがあったのでということなので、私6月が実はですね梅雨がまず嫌いだったんですけど、ガーネットクローも解散されてしまったので、本当に6月がもう憂鬱で仕方がない年だったんですけど、6月12日はねこのギタリストね、ここに映ってるな、ここにねちょっとここにこここれこのこの人この人ギタリストだからこの人のね誕生日が6月12日で、でこの今クルクルしてるこの人の誕生日が7月の4日にあるからね、7月になったら元気になりますよ今元気だよすごくという感じで、ガーネットクローのですね2013年ライブスコープザファイナルの時の、地中生産の額縁フォト、ライブフォト、シリアルナンバー付きのライブフォト額縁入りのやつと、こちらのバタフライノットの、地中生産オルゴールご紹介いたしました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。